アンダは出るもののここ1番での決定打にかける開幕して2ヶ月近くが経った中日の戦いぶりである5月15日現在チーム打率は5位に2割4分3輪で最下位のヤクルトの2割2分4厘を上回るもチーム得点は95と12球団で最下位となっている類上をにぎわすことがあってもとにかくタイムリーが出ない 3月31日の巨人との開幕戦で4番を打ったアリスティデス・アキーノは4月30日時点で1割5分4輪、1本塁打6打点出塁率1割7分6輪、三振数32という定調ぶりで5月1日には2軍に降格同じく開幕戦で5番を打っていたダヤン・ビシエドは本塁打打点ともにゼロの状況を受け2軍での調整を命じられた 大成は2シーズン目に突入も、立浪和義監督は、21年10月20日の自身の監督就任会見で、打つ方は必ずなんとかしますと力強く宣言したが、2シーズン目に入ってもその言葉通りに打線が改善されたとは言い難い、確かに若い選手は出てきた。 昨年大ブレイクを果たした岡林勇気を筆頭に4番を打つ石川隆也現役ドラフトで d n a から移籍していた細川誠也26歳のルーキー福永勇気と若竜たちがグラウンドで躍動している姿は中日も変わろうとしているなと期待を抱かせるビシエドへの厳しい評価はやるせない一方で助っ人外国人 とりわけビシエドにに制裁ががなないのが気になる。今季2度目の出場選手登録の抹消をした5月10日の広島戦後に立浪監督は昨日の打撃を見てやっぱり状態が変わらない中略自分は衰えているということを気づかないといけないし誰が見てもしっかり攻められたらチャンスはないなと判断しましたと厳しい評価を下したのだが。 バの番記者を前に衰えお口にされたビシエドの心情を考えるとやるせない気持ちになってくるビシエドは2018年には首位打者と最多安打のタイトルを獲得した選手である確かに本塁打数は一昨年、昨年と落ちているが打率は一昨年の2割7分5厘から昨年は2割9分4厘と上昇している 立浪監督はビシエドの奮起を促そうとしたのだろうがこのようなネガティブな言葉を聞いたところで誰も絵をしないことに気づいていないのだとしたら非常に残念である私がまとめたネチズンのコメントは次のとおりです立浪監督は右打者も左打者も体格の大きな外国人選手も小柄な日本人選手も 打率重視で安打を量産するタイプも打率は低くても長打を求めるタイプもとにかく全ての打者に自分の物差しを当てはめて打撃練習時に横から口を出す子どもの頃から20年くらい野球やってきて自分のフォームを持ってる選手に今更フォームを修正しろとかそんなの難しいし。 一人一人体格もフォームも求める打撃も違うんだからうまくいくはずがない。だいたいそう言うのは打撃コーチの仕事だよ。野村克也さんの言ってることは腑に落ちますね。プロに入ってくるような人はみんな自分の形を持っているわけで。特に実績がある選手にまでちょっと悪くなったら指導しようとするのは言われた方も混乱しやすくなるように思う。 技術的なことはコーチに任せて直接監督のところへどうしても聞きたいと言ってきたらアドバイスするくらいでいいと思う野村監督の発言はまさに中日の現状を説明するのにしっくりきます立浪監督はまさに野村監督がやってはいけないと言っていたことを実行している典型的な事例だと思いました 誰か周りのコーチやスタッフが選手をケアできれば良いんですが、現在の立浪体制を見ているとそれも期待できないような。立浪監督自身が気がついて自覚してくれれば良いんですが、最大の被害者は根を組んですでに手遅れの感があります。彼の投手としての才能と実力が花開き後々良かったねと言える時が来ると良いんですが。 立浪監督の指導が全て間違っているわけではないトップを早く作ってボールを待つという指導はボールをミートするには必要かもしれないただいまの野球だと単打しか出ずそれが連打となっても1点取るのに3本以上の安打が必要になる中日が相手チームより安打が多いのに得点が取れず負けるのは決定打だけでなく長打不足と支給の数 技術的なことばかりでなく読みや配球を教える方が重要だし選球眼を磨くように練習した方がいいように思うあとは選手の個性を大切にしてほしいすべての選手は同じでなく得意なこともあれば苦手なこともあるプルヒッターという選手がいるがそういう選手はそれが持ち味だし長打力ミート力選手は皆違うのでそれを壊してほしくない いずれにしろ今のパワーピッチャーが多い時代で中日の野球はここまでのところは通用してないようです監督が打撃指導するから打撃コーチが何も指導できない結局一人で全部やりたがるから選手が萎縮して結果が出ない落合監督も野村監督も余計な口出しはしなかった自分は監督で打撃コーチではないし 選手を守るのが使命と考えることができないなら監督を辞めるべき落合さん以降どの監督も着手できなかった若手積極器用をしようとしている点は良いと思うしかしこの記事にあるようにトップ自ら打撃指導をしたりマスコミ向けのコメントに疑問符だったり勝てなくて色々と言いたくなるのは理解できないでもないけど もっと大前磁石として構えていてもらいたい采配も焦りが見え見え我慢できないのが見て取れる外国人助っ人が帰国してそのままになったり期待された選手の故障が続きすぎて上昇気流に乗れない感じがして不運を感じるしかしそれにより新たな戦力の芽が出てきたことが唯一の救いだと思っていますが総合力ではまだまだ及ばない いろいろと厳しい声が聞こえてくるけどこの戦力で善戦していると思います期待したいのは試合に負けたりボンダや失策があってもそれを糧にして成長してくれることです実戦で得られる経験ほど貴重なものはないと思います上昇軍団になるための準備期間と思ってこれからもずっと応援していきたい昨日の守備を見ていたら ビシエドは必要だと思う。先発を勝たせてあげられないのに記録に残らないミスで防御率まで下がったら気の毒例えばホームでアウトにできるタイミングなのに一塁に送って1点取られている内野安打にならない打球が内野安打になっている本塁打や得点圏打率も大事だけどまず守備が確実なことヒットを打てることは大前提 細川が一塁も外野の守備も無難にこなしているんだからビシエドはレギュラーなり代打なりうまく使いこなしてほしい来年も3億5000万で契約が残っているビシエド以上がいるならともかく竜アもアルモンテもウカイも現状ビシエド以上ではない守備を考えても石川一塁にしてまでリュアを入れる価値はない 来年に向けて育成するのも悪くないけど、投手陣のキャリアのことも少しは考えてほしい。あまりに打撃陣に目が行き過ぎていて、このままだと皆中日を出ていってしまう。